東海ネットワーククラブ継続の新入浴、株式会社東海コミュニケーションズというところがね、まあやってる、で、まあ今回ね、ニューロ光 by ソネットがね、まあこのあたりでね開通するというので、まあポストへのね投げ込みチラシが入っていて、まあそろそろ乗り換えるかなと思ってね、速度をちょっと早めようかなと、まあここでのね、ライブ配信なんかもしてるんで、まあ高速早くねすればいろいろと楽しめるかなと思って乗り換えを検討して、で結局まあそのニューロ光のね代理店がねあまりにいい加減な仕事をしてたんでね、もうちょっとこれやめとこうと、代理店通してやるのはね、まあ、直接もしあれだったらねニューロ光に申し込めばいいわけだから、で、このね東海ネットワーククラブ、まあブルバイダーね、これにね、解約するとしたらどうやったらいいかと言ってお願い、電話したらね、まあ、こういうふうにね郵送でね解約を検討中のお客様へつってことでね、まあ要するにその解約するね、にあたってのまあ解約申請書とか送ってきたわけよね。でこのまま継続するなら今なら5000ポイント5000TLC ポイント、 TLC ポイントってあるんだよね。ここら辺がねこの東海ネットワーククラブと違って、 TLC は何だっけ、東海また違うのがあるんだよね。それでまあね、5000ポイントくれると、でプラスね商品券を1万円分くれるっつうのよね、継続すれば。商品券1万円分と、まあ、このポイントはまあ、1ポイント1円で使えるっていう、まあ、要するにこのプロバイダー料金のね、支払いに使えるっていうから、だからまあ、要するに1万5000円分を、プレゼントしますと言うんで、まあ、だったらね、まあ、そのね、ニューロ光の代理店も、もうどうしようもないんでね、今回、そのまま継続ということでね、継続申請書をね返送した。そしたらまあ3ヶ月後っつったね、3ヶ月後に、この5000ポイントと商品券が、入ってくると。うん、だからねこういうのね、要するにいちいちね調べてないから分かんないだけなのかもしれないし、もしかしたらねどっかホームページとか見れば乗っかってるのかもしれないけど、こういうことがねいちいち調べないからね。でまあたまたま今回そのニューロ光に乗り換えようと思って結局乗り換えやめたんだけど、それでも乗り換えようと思ったので1万5000のねそういう、まあ、1万円の商品券と5000分のポイントがもらえるってなったらね、まあ使わないとねもったいないよね。まあそんなことを思ってしまった。こういうのってよく考えたらいろいろね乗り換えってやっていくらプレゼントとかっていうのは あるからね、もしかしたら乗り換えやってって1年ごととかね2年ごと、もしくは3年、まあ縛りが解けたら次のに乗り換えるみたいなことはね、まあでもどうなんだろうね、何回もはできないんだろうね、多分1回乗り換えたら終わりなのかもしれないけど、まあそんなところで、東海ネットワーク継続の新入浴。